おたいさん好きだ。こんな懐くんじゃねえぞゴリラ。やっぱりここか。入るぞ。お願いだ、死ぬ前に一度だけデートしてくれ。頼む、お願いします。何寝言言ってんの。ゴリラのあんたが死ぬわけないでしょ。 いえ、むしろ死ねばいい。今回ばかりは本当なんですよ。死のノートに名前を書いちまったんですから。それはそれは、嘘つくならもうちょっとマシな嘘をつきなさい。このノートに名前を書かれた者は確実に死ぬ。あ、そう？じゃあいくらでもゴリラの名前を書いてあげるわ。ダメですよ、ほんとシャレになりませんから。だってそんなこと言ったって実際見なきゃ信じられないじゃない。それはそうですけど、その時はもう手遅れですから。もういい。すまなかったな、おたえさん。取り乱しちまって。俺も男だ。もう逃げも隠れもしねえ。このまま天寿を全うしてやろうじゃないか。だがおたえさん、こんなゴリラでも死んじまった後にはせめて線香の一本くらい手向けてもらっちゃくれないかい。あら、そう？だったら二度と蘇ってこないように今からご用意しましょうか。いいんだ、ソラ君。最後におたえさんに会えて本当に良かったぜ。もしかして本当なの？諦めるんじゃねえ！近藤さん、あんたがいなくなったら俺たちにどうやって進めってんだよ。あんたがいない新選組なんてな、これっぽっちも意味ねえんだよ。簡単に諦めるなんて俺が許さねえ。いいな調子。お前何かいい方法は。ああ、こんなとこにあった。やっと見つけた、俺のノート。え？このノート、お前の、なのか？ああ、カブトムシの成長日記つけようと思って買ったノートでさ。ノートです。何ですかいそれ。どういうことかしら。みんなして私を担いでたってこと？よかった、俺知らずに済んだ。山崎、俺はあくまでもノートの可能性について言っただけで。てめえ、ただじゃおかねえ、待ち上がれ。うわあ、他人のものに勝手に落書きするなんてね、ほんとどうしようもないわね。ええ、そうですね。今度からはこのノート落とさないように気をつけます。
おたえさん、死なずに済んだ記念に僕とデートしてください。100年早いわ。